はい、どうも、ポテポツ協会でございます。というわけで、いよいよ、このエリアのパーツ、あれ、2つなってる。あと、2つっていうの、あと2つ、2つなってる。あと2つですからね。はい。2つ。はい、行きたいと思います。2つもあんのかな？まあいいですわ。大水源。1つは分かっています。1つは分かっておりません。まあそれ探しに行きますか。まあ時間はまだたっぷり11日間。まあこれ今日19なんで、あ、に、10、あと12日間あるのかいうことは19、20。で、あと10日ですね。はい。まあまずちょっとこれ回収しますか。で、今回青ピクミンね。たんまりに連れて行きましょう。はい。はい、これね。結局、クマチャッピーもとかあの辺の倒したのに回収できてなかったよな。はい。さあ、今回は青ピクミンが非常に頑張ってくれます。はい。さあ、あと2つ。あ、これ取ったしか。これで、あと1つですね。そうですね。1つ見つかっておりませんよね。これ回収してなかっただけやん。うん。あと1個だ。この地域ね。そらそうだ。あと2つだわ。そらわからんわな。1個はわかってるけど、そらわからんわな。これだって、まだ、ここにも返してなかったもんね。あ、ほんで、こいつがね、復活してるんすよ。嫌なやつ。はい。こいつはね、分かった、やり方が分かったんですよ。ふーって吹いたら、こっち行って、たた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 。ちょうど影のところね。敵がね、ちょっといよいよね、回復、復活する時代になってきちゃったんでね。復活時代になってきちゃってるんで、ちんたらやっちゃってるんで、私がね。死ねー。地面の影にマーカーを合わせてやればいいというのはね、ちょっと気づきました。はい。ここに来て、ここに来て戦い方が分かったというね、遅いと。はい。じゃあ90ピクミン連れて行きましょう。で、最後はもうこの先にある、ここですね。はい。これを取りに行きましょう。まあ、雑魚をね、それなりに処理していこうかなと思ってます。はい。もうこいつ、こういう奴らね。いけ。よっしゃい。まあ、ちょっと死んだかもしんないけど、いいや。はい。で、見にくいな、アングルが。そこね。風船どっこりがいるんですよ、さっきと一緒のやつが。そいつが持ってるんですよね。オッケーオッケーオッケー、よいしょよいしょ。戻ってきますけど、危ない。こういうザコイのはね、先やっとく。あと、カエルも行くからさ、気ぃつけとかないと。よいしょよいしょ。とりあえず、さっさと、ちゃんと始末。それ始末ね。始末が先。ほら、カレーのカレー、危ない危ない危ない。よし。お前一人やられてるやん。はい。いけ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 どうだ？もうちょい。はい。はい。もうこの一パーツだけやからさ。そんな。よし。で、一旦ちょっとここのやつは解散して、これをね、帰らすために、ちょっとカエルをね、カエルを誘導しとこうかなと。ここにね、いるんですよ、2匹。アングル悪くてわかんないですけど。これ。この辺通っていくんですよね、この人。ここね、堂々とこういうとこ通っていくんで、このカエルどもね、あっちの方に。うり。うい。こっち来い、ほら。うり。うい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 。おじきな、ほら。うり。うり。殴ってやろうかんねやろ。うい。ボケこら、こら、クソガエルめ。ボケガエルめ、これ。うい。おい。
帰んなって。帰んなってもおら。帰んじゃねえ、この野郎。おら、あたたたたた。どうだ？ててててて、飛び上がるときは当たり判定あるというね、このね、嫌な感じ。よし。ほい。ちょっとお前なんでそんなとこわざわざ取っていくかな、こいつは。こいつなんでそんなわざわざとこ取っていくね、バカじゃろ、お前。バカじゃろか、お前、こら。お前バカじゃろか、なんでそんなわざわざそういうとこ取っていくかな、お前。お前ら、もう、なんでそわざわざそんなとこ取っていくかな、このアホちゃんたち。もういいわ。このバカガエルが帰んの待とう。たまんねえな。もうちょっとなんか回り道あるだろ、お前。水の中どこでも行けんだからさ、お前らは。お前ら水の中どこでも行けんだから、お前そんな前行く。わざわざ、俺がわざわざどかしていってるとこ行かんでええやろ、お前。たまらんなぁ、こいつら。ちょっと元戻ってるやん。帰っていかへんのか。帰っていくとか帰っていかへんの次元の話じゃないんかな。ちょっと嫌だわ。嫌なやつだわ。戻っていかへんのかな。え、こいつらスーってこんなとこやった。さあ、来いよ。いいよ。はい。はい。はい。やばいやばい。よし、行け。行け行け行け。行け行け。ふぅ。ふぅ。あ、やばいやばい。やばいやばい。もらったな。いいのもらっちまったな。ふぅ。ふぅ。あ、走りが遅いのいいかな。回復しちゃった。よし、オッケー。これでいい。もう、ボタン間違えた。アングルボタンと間違えた言うの。よし、もうとりあえずあれは OK だ、あれで。あれはあれで OK だから、もうあれで、あれで、あれだわ、ほんとにもう。よし。近いよ。なんかちょうどええ感じにしてくれへんかな。OK! ふぅ、ラストのパーツ！これとりあえず大水源は終わり。はい。宇宙無線。これがあれば、毎日 SOS を送ることができる。しかし、私に残された時間は少ない。ともかく探索を続けよう。すべてのパーツを集めるとなると、気が遠くなるが、パーツの中には宇宙飛行とは関係ないものがあるような気がする。いや、もうほとんど集めてるから。あと、一回！はい。まあ、普通に、ちんたらやってても20日ではクリアできんやろ、多分な。やった！ほら！ほとんどできた。もう完成ちゃうんか、これ見た目。どこのパーツが足りひんやろ。よしよし。まあ、まあ、そんなんはよしとして。はい。はい。ちょっと、なんでそんなすげえいっぱい釣っていくの、お前。ちょっとだけちょうだい。はい。はい。もうすげえ、ちょうどよくとか無理やな、お前らには。お。よし、はい。こういう投げだからね。4、5。はい。あと9匹やから。なんでそっちね、行くやつとあっち行くやつの差がやろ。あと俺が助けてやるのはしゃあないか。ええー、ちょっと。はい。オッケー。よし。こっち行くとお前カエルに狙われる高い。やめて、もう。そう行くの。ポンでしょ、どうせこいつわざわざこういうところ、このこいつら。ほら、やっぱり。ほとんどや、こいつら。おい。ちょ、ずらすか。おい、来いよ。いいよ。おい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 、そっち行くなって、バカ。あたたたたたたた。あたたたたた。はい。もうちょい来い。よし、もういいだろ。バカめ。バカガエル。ボケガエル。ほんとに。なんか忘れてるやついるか、あそこに。なんか忘れてるやついる。ああ、まだか。まだちんたらしてるやついるわ。おい、おい、おい。俺だぞ、お前。やろ、はい。俺だっつってんだよ、やろ。やめろ、ピクミンにやめろ！ボケ、こら。あ、ちょうどいいとこに来んのや、お前、バカ。お前ら、ほんとバカだな。こら！あ、危ねえ。こらお前ら俺にやれ俺にやれこれボケよし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 耐えた耐えたわとりあえず耐えたわよし
アホガ。アホガエルメ。よしよし、オッケー。よし、いけた。これで、青ピクス、あ、こいつら、こいついる。おお、何やってくれてんだよ、ね、やろ。やめろ、お前ら、ボケ。赤ピク増やしときたいな。青ピクそんなにもういらないっしょ。赤ピクが欲しいね。あいつ、サライムシ出てきてるやんけ。それ、回収したら君らもうここの方々はもうこれでいいよ。はい。あなた方はもうここでいいから。それ赤ピクさんに返してもらおうから。持って行ってもらおうから。あの、ハエども、ハエ野郎。あの、ハエどもめが。ハエどもじゃ、ハエ野郎が。あの、サライムシうざいわ。殺そう。あ、ちょ。どこ飛ぶかな。サライムシ殺そう。こんな綺麗っしょ。どこ行ったあいつ。あねやら。来た。おい、お投げろやっちゃう。なんで抜くんだよ、バカ。なんで抜いちゃうかな。なんで抜くかな、お前。なんで抜くかな。抜くんじゃねえんだよ。俺は、ちょ、抜くなって、もう。ここで戦うからこういうことになる。ここで戦うから抜く。抜いちゃうわ、もう。どこ行ったあいつ。出た。こっち来いや。もうそこ行ったら抜いてまうから。ちょ、アングルやばいわ。アングルがやばい。こいつ嫌いだわ。よしよし。やばい、それじゃ僕行った。お前水の中やんなよ。あいつムカつくわ。ムカつくわ、あいつ。もう、ここでさ、投げたらさ、投げるボタンと引っこ抜くボタン一緒するのやめてほしい。たまらんわ。どこ行ったあいつ殺す。あいつ絶対殺す。もう、ムカつくとこ植え上がるわ。これ赤ピクとかこういうとこ植えて終わるとかやめてよ。来た。あ、あそこに赤ピクいるな。サライムシ殺すぽ。あいつムカつくわ。おちおちやってられへんわ。あいついることによって。はい。来いよ。ハエ野郎。あのハエ野郎が。埋めるのやめてほしいな。またこっかな。とりあえず回収し、どっか帰っていったな。だけど、まあいいや。あいつ埋めるだけやな、だけど。はぁ、腹立たしいやつやで、あいつ。これ、ここないで、クマチャッピ、あそこにいるわ。あそこにいる。おい。おいで。よしよし。よしよし、帰ろう。とりあえず帰ろう。一旦戻ろう。あいつこっちに誘い込んで殺そう。あいつぶっ殺すわ。あいつぶっ殺さなきゃ気が収まんねえわ。よしよしよし。来た。落ちろ。落ちれ。おもう抜くなって、もうちょうどよく抜くな、ボケ。はい、抜きに来いよ。俺とさんに来いよ。ええー、難しい、こいつ。ちょ、最強むずいわ、こいつ。ムカつくわ。ちょっともう、ムカつく、こいつ。死ね。ぶっ殺せ。もう、まだ死んでねえ。狙いにくい、こいつ。こいつの死闘で終わりそうだ、これ。ちょっと、抜くなって、もうここで戦うとこうなる。こら、ボケ、早来い。こら、ボケ、こら、お前。そこ行ったら抜いてまう。ちょうどよく戦えへんよな、こいつと。よし、来た。やっちまいな。早く。ちょっともう、こいつ。うざい。うざいわ。どうやんだよ、こいつ。こいつマジうざい。マジうざだわ。もっとここで増やしときたかったのに。ちょっと待て、もうええわ。
これ回収しよう。本当に回収しとこう。風船どっくりもあったでしょ、多分。風船どっくりからもらったやつ。はい。もうこいつに埋められてる分には死なへんからいいや。はい。よしよし。よしよし。どこに埋められてる？結構遠くに埋められてるやつもいる？まあ埋められてるだけやし、いいけど。こいつぶっ殺しときたかったなぁ。ムカつく野郎だぜ、ほんとに。よし、オッケー。まあとりあえず大丈夫だ。日没では死んでない。くそー、サライムシムカつくあいつ。すこぶるムカつくわ。よし、まあとりあえず、このパーツ終わったんで、もう大水源終わりでいいんかな。いや、もう一回ちょっと来て、サライムシぶっ殺して、ちょっと増やすか、こいつら。いや、どうやろう。希望の森戻った方がいいかな。どうやろうな。まあ、だけど逃げ遅れたやついないっしょ。埋まったやつは全部回収しとかなあかんのかな。どうなんでしょうね。遭難19日目。ついに失ったパーツはあと一つとなった。回収したパーツが29個になったところで、ドルフィンゴはさらにパワーアップし、その高度を上げていく。そして眼下に広がる森の奥についに最後のパーツがあると思われる土地が見えてきた。私はその土地を最後の試練と名付けた。生命維持装置のリミットはあと11日だということで。はい。よし、パーツあと1個。1個になりました。はい。あと、11日残ってますけどね。はい。まあ、戦いで17人死にましたけども、生まれたのが39人なので、ちょっとプラスですね。はい。というわけで、パテモス協会でございました。次回クリアしようとはできるのかなどうかわかりませんけども。まあ、もうちょっと増やすか、まあ、何するかちょっとわかりません。はい。ご視聴ありがとうございました。